月光。月光は日本海軍の夜間戦闘機。連合軍が本機に与えたコードネームはアービング、アービング。月光に装備された射銃とは、機軸に対して情報、または下方に30度前後の行革をつけて装備された航空機銃である。利点は B29 の弱点、後ろ下方からの攻撃に、 弱いに対し攻撃裏ないくらい運動が良いであること、攻撃体制保持時間が長いことが挙げられる。月光の生産機数は2式陸上偵察機も含めて477機で、このうち40機が終戦時に残存していた。日中戦争において、大距離出撃は後方、通信能力の面で、戦闘機体単独では無理であったことから、 戦闘機とほぼ同じ空中戦闘能力を持ち、後方、通信能力、航続力のある飛行機、いわば誘導戦闘機というようなものが必要になった。こうした戦訓から、日本海軍は、十三思想発陸上戦闘機という、名前の新型機の開発が決まった。1938年11月、中島飛行機に対し、十三思想発陸上戦闘機、 計画要求書を提示した。これを受けた中島では97式艦上攻撃機の開発主任であった中村和次義士、後に病気のため王の和尾義士と皇を中心とした設計陣を組み開発に当たった。中島関係者の記憶によると海軍からの要求性能は概ね以下のようなものだったという。最高速度の要求については十二式艦船より 出力が2割以上、大きい坂へ21型を2機装備しているにも、かかわらず、12市艦線の要求性能270ット、時速 500km より、わずかに速いにとどまっている。これは援護戦闘機に最も重要な、長大な航続力に必要とされる、大量の燃料に比べ発動機出力が小さい、ことから大面積の主翼が必要となり、 必然的に高速戦闘機にはなりがたいためと考えられる。ただし、翼端失速対策として空気抵抗の増加する主翼翼端のひねり下げではなく前円スラットを装備したり、20mm 機銃を命中率の高い機種装備とすることで12士艦船の2丁装備から1丁に削減しり、旋回機銃を既存の風防解放式より空気抵抗が増加しない、 遠隔操作式とすると、可能な限り速度の低下を防ぐための手段が講じられている。13私陸船の審査に当たった海軍関係者は、運動性の要求を固定銃による空戦が可能な程度と記憶している。総発戦闘機でありながら運動性によって敵戦闘機に対抗せざるを得ないため、フラップを前員スラットと連動する空戦フラップとしたり、 トルク対応のために十13私陸船専用に逆回転仕様の二十二型を新規開発して搭載、共に試作機のミスル等の対策が講じられている。九百四十一年三月二十六日、十13私陸船の試作一号機が完成し、五月二日に初飛行した。しかし、テストの結果、速度や航続力はほぼ要求通りではあったものの、 運動性能が劣るため敵戦闘機に対抗するには、足と判定されたこと、遠隔操作式 7.7mm、動力旋回機銃の信頼性が低いこと、またすでに冷戦が長距離援護戦闘機として活躍していたこともあって、戦闘機としては不採用となった。テストパイロットだった小福建文によれば、この飛行機は1200馬力の発動機を2個付け、乗員はパイロット、 ナビゲーター、通信権移転の3名、武装は前方に7.7ミリ固定機銃2丁、後方に遠隔操作方式の7.7ミリ連装機銃4丁を装備していた。戦闘機体のリーダー機として、奥地園距離への攻撃を行う目的で、誘導の他に状況に応じて、敵戦闘機と空前を行う有効層だったが、機体が予想外に重くなり、 実験してみると予想通りの性能は出なかったという。98式陸上偵察機以外に本格的な陸上偵察機を保有していなかった海軍は本機が従来の98式陸上偵察機に比べ高速、かつ、航続距離が長いこと、そして前方機銃と空戦軌道に耐える機体共同もある程度の自衛戦闘が可能な点に注目し、 強行偵察にも使用可能な偵察機に転用することを計画した。そして昭和十七年九百四十二年三月に受領した試作五号機から七号機までを偵察機に改造し実用試験を行った。その結果四月以降偵察機として五十機生産されることとなり七月6日に2式陸上偵察機 J1NHC その後 J1NHR に 解消として、正式採用されることになった。初期生産型、13四陸戦試作機の改造型も、含むは遠隔操作式機銃がそのまま残されていたが、ほとんどの生産機は、遠隔操作式機銃の廃止の代わりに、高価型旋回機銃を一丁装備した。また、後期生産型では、落下式増装も装備できるようになった。 横須賀海軍航空隊のテストパイロットであった、小福田テルフミによれば、13、思想発陸上戦闘機は、戦闘機、天雷としても開発が進められたという。1942年7月、J1N1C 試作機、13私陸戦試作機に、偵察用カメラを追加した機体。遠隔操作式 7. 7、mm、動力旋回機銃はそのまま機がラルに進出し、 翌月から開始された米軍のガダルカナル侵攻においても最初にラバウルからガダルカナルに航空偵察を行い貴重な情報をもたらしている。その後各部隊に配備されるようになったが、米軍の戦力が増強されるにつれ強行偵察では被害が続出するようになり、より高速の二式艦上偵察機 D4Y1C や陸軍から借用した100式。 司令部定期の方が徴用されるようになった。1942年5月6月頃、第251海軍航空隊司令王座の安妙中佐は、撃墜が困難な大型爆撃機 B-17 に悩まされて、その対策が急務となっており、総発戦闘機として開発された二式、陸上偵察機を B-17 の迎撃使用しようと考えていた。 まずは、完成したばかりの新兵器3号爆弾を搭載して、出撃させ、B-17 の変態に投下させたところ、1機を撃墜、1機を大破する戦果を上げている。しかし、3号爆弾は、試作兵器でストックはなく、また命中させるのは至難の業であるため、より確実な方法が求められた。小園は機銃を、機体下に斜めに装備すれば、 敵銃座の狙いにくい髪型から B-17 を攻撃できると考えついた。1938年に日本海軍において96式陸上攻撃機の機体下部に99式20ミリ機銃を装着し上を装車するという実験が行われており、その実験で機体下部に搭載した機銃による地上装車の有効性が実証されていたが、251、 海軍航空隊の搭乗員らの意見も聞いた小園は、目標が地上ではなく飛行する、航空機の場合は機銃を機体下部ではなく、上部に斜めに装備すれば、四角となる下方から迫って平行に飛行しながら、一方的に攻撃ができるので、敵の意表を突くことができて、より効果が高くなるという考えに至った。1942年11月に、小園は内地に帰り、 海軍航空技術省に自らが考案した射銃を敵応型爆撃機への有力な対策であると主張したが担当者は実験する価値もないと一生に付した。小園は諦めず軍令部にも直談判したが航空参謀の源田実ノ中佐も否定的であった。海軍航空技術省の飛行実験部長杉本牛江少将だけが実験ぐらいは やってみようと理解は示したものの計画は一向に進まなかった。そんな時に、小園は二式陸上偵察機の試作機、十三、思想発陸上戦闘機が三機ほど飛行可能な状態で残っていること知って、試作機の改造を申し出、航空本部も放置している試作機であればと、車重搭載に改造承認、特管工事で三機の十三、 死相発陸上戦闘機の車重搭載型が完成した。1943年3月、完成していた2機の13死相発陸上戦闘機を豊橋基地に持ち込み、自ら乗り込んで射撃実験を行うこととしたが、肝心の操縦員として小園が最も信頼していた遠藤幸男隊員が登場た。霊視線が栄光する大型標的。 吹き流しを B-17 に見立てて射撃訓練を行ったが、照準機もない射銃を遠藤は艦頼よりで発射して実射時間約20秒で13発を吹き流しに命中させるという良好な性を収めた。小園は空戦実験のために横須賀海軍航空隊から 後輩の花本ット少佐を呼んで、遠藤が操縦する13思想発陸上戦闘機と、花本が操縦する冷戦でもう空中戦を行ったが、13思想発陸上戦闘機は、操発ながら機敏に動き宙返りも行うことができたので、旋回券は冷戦に及ばないが、外側を回りながら車重を試行することができ、 空中格闘戦でも、車重があれば冷戦と対等に渡り合えることを実証した。しかし、この時点ではまだ二式陸上偵察機の戦闘機としての正式採用はなされなかったので、オゾノとエンドーラは、1943年5月に特艦で改造していた2機の車重装備13、思想発陸上戦闘機と9機の通常装備の二式陸上偵察機の補充を受けて、 ラバウルに戻っている。1943年5月20日に、工藤重都市上秘層が登場する13、思想発力上戦闘機が、車重でたちまち2機の B-17 を撃墜。その後、小野領中尉も撃墜を記録。その後も、工藤らは戦火を重ねて、6月末には B-17 の撃墜数は9機にもなり、この戦火により、ようやく軍令部は、車重の効果を認め、 第251海軍航空隊の2式陸上偵察機の全機車重搭載型への改造命令を出し、その部品を空輸することとしている。昭和18年1943年8月23日に正式採用に伴い平船、夜間戦闘機月光 J1N1S と名付けられた。月光の登場により、 一時は B-17 や B-24 によるラバウルへの夜間爆撃を抑え込むことに成功した。特に月光の射重で初の撃墜を記録した駆動の活躍が目覚ましく、月光で10機の B-17 と B-24 を撃墜したが、駆動は98式陸上偵察機でも3、式爆弾で2機の大型爆撃機を撃墜しており、 合計12機の大型爆撃機の撃墜は日本海軍でもトップの戦果であった。しかし、戦力バランスが大きく連合国軍側に傾いて、来ると効率の悪い夜間爆撃はあまり行われなくなったため、ソロモン諸島や中部太平洋をめぐる戦いでは、月光は夜間迎撃より夜間偵察や敵基地等夜間襲撃等に用いられることが多くなった。事実、 この時期に月光に装備されたレーダーは、対水上用のものである。小園は、最初に下向き射重、次に上向き射重による敵機攻撃を発案したが、構想の比較的初期段階で下向き射重による敵機攻撃は現実的ではないとされ、敵機攻撃には上向き射重が使用されることとなった。にもかかわらず月光の初期型に、上向きと下向きの射獣が二丁ずつ装備されているのは、 敵機迎撃と並んで野戦の重要な任務と考えられた敵基地などの夜間攻撃では下向き射銃の方が便利と考えられたためであり戦況の悪化に伴い敵基地襲撃より敵機迎撃の重要度が増してくると下向き射銃を装備する意義は薄れ後期型では上向き射銃のみ装備となっている1944年10月に開始された フィリピンの戦いにも月光は投入された。第一航空艦隊第153海軍、航空隊、戦闘901飛行隊、飛行隊長、ミノベ正し隊員は零戦五機と月光7機を持って、フィリピンに進出、連日、夜間に来襲する、B-24 の擁撃任務についていたが、なかなか戦果を上げることができなかった。ミノベは、第一航空艦隊爆僚に、 短焦灯で敵を捕捉してさえくれれば、一撃のもとに撃墜してみせると強気な発言をし、その発言を実行するため、毎夜明け方まで自ら月光に登場して目標機となって、防空隊の短焦灯訓練に協力していた。そんな指揮官の様子を見ていた戦闘901、飛行隊の中川義正一飛曹は、9月5日に、 夜間爆撃に来襲した B-24 に体当たり、対空特攻を観光、幸運にも中川の月光は損傷しただけで、無事帰還し、体当たりされた B-24 はバランスを崩して墜落したが、この対空特攻が、後の特別攻撃隊の機運を盛り上げることになったと、後に神風特別攻撃隊の編成に深く関与した大。 一航空艦隊主席参謀の口玉隊ら中佐は改装している。ミノベは夜間戦闘機を夜間爆撃の迎撃ではなくアメリカ軍機動部隊への夜襲に使おうと構想しており未明や黎明でのアメリカ軍機動部隊の夜襲を紹介を行っていたが慣れない洋上の紹介任務では月光は本領を発揮できず9月10日には作的中の月光3機を一挙に 回六回、ヘルキャットに撃墜されて六名の搭乗員が戦死している。9月21日には白母に作的攻撃任務中の月光四機がアメリカ軍空母を攻撃し、2 5 0ラム爆弾一発の命中を報告し、月光一機が撃墜され、零戦一機も未期間となり、この日をもって戦闘901飛行隊は壊滅状態に陥った。 アメリカ軍側の記録では、1944年9月21日に該当する空母の被害なし。機体の損失に加えて、搭乗員の損失が壊滅的であり、軍隊長ら士官は全員戦死しパイロットも当初の1、3になるまで消耗してしまった。結構は、 本土防空船にも投入されたが、相手はこれまでの B-17 や B-24 をはるかに上回る性能の B-29 となり、月光は夜間のみならず昼間も迎撃に出撃したが、苦しい戦いを強いられた。そんな中で、オゾノと月光の正式採用に尽力した遠藤幸男隊員が、低都防空のために編成された第300に、海軍航空隊で、 月光体を指揮して活躍、遠藤個人のスコアとしても、1944年8月20日の八枚への空襲で、撃墜確実に、おおむね確実1、中波2と B-29 発撃墜を記録すると、その後も北部九州、東京、名古屋でスコアを重ねて、1945年1月14日の最後の戦闘で B-29 を一気撃墜。 一気撃破して B-29 撃墜波数合計16機、内撃墜は公認8機を記録し、月光の名前を国民に知らしめて国民的英雄となった。B-17 や B-24 には前線した月光も B-29 に対しては速度が大きく、劣後するなどまともに戦える性能ではなく、その月光で戦果を積み重ねる遠藤は、 若い登場員らからは、神が勝って見えたという。遠藤は、1945年1月14日の最後の戦闘で B-29 からの攻撃で撃墜されて、戦死したが、戦死後、全軍復刻の上で、遠藤は中佐に2階級特進し、小6くらいにも除せられ、高3級禁止勲章を追贈された。また、生前の功績により、 横須賀守府司令長官塚原243、中将から表彰状、防衛総司令官、都市飛行大将から勘定が授与された。遠藤の戦士は日本ニュースでも取り上げられ、全国の映画館で報じられたが、国民的英雄 B-29 撃墜用の最後は国民に大きな衝撃を与えた。その後、アメリカ軍のカーチスエマーソンルメイ陸軍、 航空軍少将は、昼間の高々と爆撃の効果がないと判断し夜間の、焼夷弾爆撃に切り替え、命中精度を高めるために、B-29 を低空で侵入させ始め。これに対しては、車重の未装備により夜間迎撃する厚木基地に、配備された月光は、かなりの戦果を上げており、横須賀航空隊の黒鳥白昇尉倉本十三。 上飛送機のように一晩で5機撃墜した例もある。この頃になると、かなりの数の月光に、対抗空気用レーダーが装備されていたが、搭乗員や整備員が、レーダーの取り扱いに不慣れであったこと、レーダー自体の信頼性も低かったことなどから、実戦において、戦果を上げるまでには至らなかった。そして、占領された、伊王島から、P、P-51 が、多数来襲するようになると、 海軍の月光や陸軍で月光と同様に B-29 迎撃で活躍していた二式、複座戦闘機、トリューといった、鈍重な総発戦闘機の迎撃は困難となっていった。月光の正式後の1943年、レーダー、ヤギアンテナ付けや、車重を装備した高性能兵船として、姿勢電光 S1A1 の開発が愛知に命じられたが、 実戦配備は早くても1945年頃と予測されることか、同時に陸上爆撃機、銀河、P1Y12、発動機関層、レーダーや車中の追加、搭乗員と燃料タンクの削減といった回収を加えることで、平線化した姿勢極光、P1Y2S の会が川西に命じられている。また、昭和19年初めには銀河や環状爆撃機、 水星 d 4 y に少し遅れて環状偵察機採運 C6N1 に射重を追加した採運野生や水星野戦 D4Y2S 銀河野戦の開発配備も進められていた。このため月光の生産は1944年10月に終了するがこれは月光の性能不足のためというよりも昭和18年 1943年をはじめ頃に計画されていた三菱における曲線、雷電の生産拡大に伴う冷戦の生縮小や1944年に入って計画された中島における誉レの生産拡大に伴う境の生産縮小、量産効率向上のための生産機種の絞り込み、機体、発動機とも等が影響している。海軍としては、 配備数の限定される、平線は、姿勢電光のような高性能機でなければ、専用の生産ラインを割く余裕はなく、現用の月光より、多少高性能な程度の機体であれば、多機種からの転用で済ませたが、合理的という方針があった。しかし、姿勢電光は終戦まで、試作機すら、未完成、姿勢極光は、予定性能に達しなかったため開発中止になった。 1944年にアメリカ軍により占領されたマリアナ諸島から出撃する B-29 による日本本土爆撃が激化し始める時期がちょうど月光の生産終了時期と重なり、しかも銀河野戦や水星野戦の生産立ち上がりも鈍かったため迎撃に必要な夜間戦闘機数が不足し耐久時間の過ぎた月光を引っ張り出して、 B-29 迎撃に投入するという事態も起きている。1. 遠隔操作式 7.7mm、動力旋回連装機銃2基を装備した試作機の数値の可能性がある。2時2分式、陸肌の数値を流用。3. 試作機は遠隔操作式 7.7mm、動力旋回連装機銃2基も装備。4. 陸肌改造型の中には、 機種機銃を残したものもある。生産後期は上向き2丁、または3丁の未装備。上向き3丁下向き2丁装備型も存在する。戦後アメリカ軍に接収された横須賀航空隊の用 -100 に後期が修理、復元された上で、スミソニアン博物館の運営する、国立航空宇宙博物館のスティーブン・カイウドは、ヘイジーセンターに展示、ありされている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。